안 돼! 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 ありがとうございました。前回の動画に出てるんですけど、はい、前回の動画あのマッチョ軍団とメリカリ道場で勝負しただけで、そうですね、はい、ボコボコにされたけど、はい、社長がまたジムで YouTube 撮りたいって多分連絡来てますよね。はい、そういただきますね。でまあちょっと僕もちょっと前に、まあ、1週間ぐらい前にちょっと崎村さんに連絡させてもらったんですけど、まあ、社長が今回来るんで社長ちょっとボコボコにしてほしいと。あ、いいっすね。なんでかって言ったら前回やばかったよ、ローキック見た。ああ、見ました、見ました。あれ俺8週間かかったんで。マジマジマジっすか。マジっす、本当に病院運ばれる。救急車呼びましたね。誰のせいですか。で、あれ結局延長線上で社長がいたじゃないですか、はい、ではやるよみたいな。ああ、そうですね。今回は逆に社長が来るんでお二方に訪問してほしいんですよ。もう やっちゃってもいいんですか。あ、もう全然いいですね。いや、社長っすよ。いや、僕、あの塗り替えたじゃないですか。そうですよね。もう関係ないですね。もう関係ないです。こっちかったらもうこっちか。え、で間違ってアデランス剥がしても大丈夫ですか。あ、それはいいですね。大丈夫ですか。投げ得意技とかあるんですか。あ、もうアデランス剥がしてそれしかないですよ。それしかない。あれですね、先ほどの恒例のローキックです。いや、恒例のアデランス剥がし恒例のアデランス剥がし、うん、もうそれしかない、いや、まあ、もうちょっとしたら多分社長来ると思うんで、はい、まあ、僕らもバレないように、まあ、ぜひあの YouTube 撮りながら、うん、そうすると、パッパッパッみたいな、パッパッパッパーンみたいな感じでやってもらえたらなと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、お願いします。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 僕ら時間やってますんで。いや、もう適当にスパーリングやる感じで、普通になんか前みたいにそのパンチの練習とかなんかそういう蹴りの練習とかして、いや、で最終的にはスパーリング。いや、もう僕はその前回もそういう約束の上で来たよ。いや、違いますって。違う、マウカ？マウカ？マジやることないやろ。祝典じゃん。もう僕らちょっと動かしました。もう僕らがやるの。俺だけ練習だけ。練習だけ俺がやる。はい、僕らがやるんですよ。お前らがやる。じゃあ本当の試合は俺はやらないよ。はい、そも話が違うから来るよっていう。いや、練習っす、練習っす、とりあえず練習っす。お前らがやるやらん、多分届くかってます。いや、僕らやるって言うんじゃないですか。まあ、だけど、はい、まあ、ただです。今だけなんで練習だけ。シュシュッと、シュシュッと。お前らも準備しよう。はい、俺らも準備しようとしてるな。じゃあ、俺、やばい、ジャンプ。もう投入すか。で最後行ってくるんで、さらに切れ返して切れまくるってことですね。
え、もう今から、まあもういいですね、今から、今から、全然まだ甘い弱いもんねじめみたいな弱いぐらいがジャイアンなんで、ガチでやっちゃっていいんすか、ガチでしょ、ガチでもう、あまよくは息の根止めるぐらい殺しにかかってる。多いな、党員長は。はい、視聴者の皆さん、だからミッチーが、はい、俺に策を練ったらしいわ。今から行く。まあ、崎村さん、あったの？前の撮影おらんかったの？私はいなかったです。で、崎村さんと今日、なんか格闘技やろうかって言ってさ、はい、企画行こうかって言って、まあ、日程じゃん。はい、で、行くんだけど、はい、なんか崎村さんにあいつバカだって電話して、社長をなんかボコボコにする企画みたいな。じゃあ俺は一応、だって見とるだけじゃん。あ、ちょこっと参加するけど、はい、イケメンとミッチーが、まあ、スパーリングするんだけど、無理やりやらせましょうよみたいな、あこと言っとるで小林君って。仲良くゴルフとかしょっちゅう行くもんね。すぐ沈黙するわ。そうですね、足りないだろお前。どんだけ俺金ばらまいてると思ってんのそこら中で。お前俺のネットワークあいつの舐めすぎだわ。なのでもう俺と崎村さんで、まあ、殴り合いしようと、はい、兄弟でジムやっと、あれどっちやっとんの、なんか弟がやっとんのか正式には。うん、まあ、会社も一緒にやって、機械屋さんって言って、あの機械、工作機械とかいろんなことやる、まあ、機械なんでも売るんじゃない。俺も今度、足場資材きれいにする機械相談しようと今。あ、そうなんですか。見積もりとっても、足場資材はなんかあの、ね、ブラストって言って石できれいにするやつで、結構頑張るわ。今、2、3社探してくれとる。で、まあ、もしあれやったら、もう崎村さん、俺を本当にボコボコにして、もう俺も絡みます、喧嘩しますわ。はい、本当にぶち切れたみたいな感じしたら、ミッチーたちがどうなるか見ましょうかみたいな。で、行って最後あいつらに説教しちゃいましょうよみたいな。はい、面白そうだ。そうですね、ちょっとお前引くぞ。
私たちょっと怖いですね。いや、もともとは一緒に行くつもりだったけど遅れちゃったじゃん、あれな、打ち合わせが。あ、そうですね。まあ、とにかく俺が怒っても俺は絶対にもう無事で、もう打ち合わせ済みだから。はい、まあ、しっかり。そうそう、お前はとにかく俺を取るんじゃなくて、あいつら取らなかった。わかりました。あいつらも絶対俺取るで、本当に怒りだした。あ、はい。編集長なんかもうガタガタだ。多分撮影終了後、なんかおしっこちびっとるよ。確実にチワワみたいにおしっこちびっとるよ。それを私は動画にしっかりと収めるように。そうそうそう、ミッチーとイケメンとチワワがどんだけおしっこちびっとるかちゃんと撮ってもらうから。わかりました。さあ行ってみようか。はい。あ、喧嘩じゃないですよ。お前どうも。いや、なりますよ。やだどうする？普通に来て。そういう。ゼロ。めっちゃ。ちょっと俺本当のことですか？俺マジで。何も分からないよ。マジか。俺の曲が何か分からないみたいな。何も言ってない。すごい見つめ合っちゃうから。何だったやろ。こいつ。
コミットのレスラー、うちのあれはコンセプトがとにかく結果にコミットしない結果にコミットしない女性もおるし、ね、とにかくあの格闘技やる上では多分日本で一番ハードルの低いジムだと思いますので、あんま体を動かすとか、そう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 、どっちかっていうと格闘技の真似事なんで、でも仲いいですよね、みんなサッカー見とる、そうですね、まあ俺が殴られ始めたといや、面白いなこれマジマジで実はあんなことするんだってでももうめっちゃいい人たちなんで、まあ、要はゴルフやられてしまってちょこちょこ始めに行ってまたぜひ興味あったら見学だけでもいいですよね、そうですね、無料体験、あの無料体験やってますんで、やってますんでお越しください、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、こんなあれですけど、あの外気塗装のマッチングか、はい、これ6月にオープンしてるはずなんで、あの外気塗装のマッチングと本当業界最安値でやってますので、ぜひそちらの登録と、はい、あと求人マッチングですね、求人マッチングは今とりあえず今5月25この時点では無料です、これから3ヶ月ぐらいでやっぱ有料に変えていこうかなと思ってますけど、はい、まあ、無料有料両方とも使えるようになってると思いますので、そちらもよろしくお願いします、何も付けないですよ、またねー。